はい、カバーチャビクロ、カッパ園長です。じゃあ最後はね、もう一個アニメネタなんですけども、海外の人が、日本アニメで、女性キャラがやたら強いのは、日本オタクがリベラル、左寄りだからなのかっていうことを言い出したんで、ちょっとよくわかんない絡み方ですよね。で、まあなんかもしそうだとしたら、まあ少年漫画、青年漫画、まあそのアニメでね、女性キャラが強いことの説明になるような、って断定してるんですけど、え？ちょっと何が言いたいのかよくわかんないな。で、まあそれぞれこの反応が後に続くんですけども、おそらくそれは西洋のオタクとあまり変わらない、つまりオタクによる。で、なんだろう、宮崎駿みたいに女性キャラ選ぶアニメ制作者も多いが、一方で女性は家にいるべきと思う性差別的なオタクもたくさんいる。それから日本は他国より優れてるという民族主義的な考えをしている人もたくさんいる。え、これ日本でしたっけ？僕別にね、どこそこの、ね、国地域の、ね、人たちよりも日本国民は優れてるとかね、そんなこと思ったこと一回もないですけどね。うん、あ、例外が一個だけあった。すいません。で、次は、それで女性キャラが強いのは、性別に関して保守的でない少数の男性視聴者に向けたものだということなのか。で、次が、ああ、それに女性ファンもいるだろう。とはいえ、自分は専門家じゃないから、間違っているかもしれないが、とか、何が言ってんだろう。個人的にはハリウッドがどんどん最後より左寄りになる一方で、アニメはどんどん右寄りになってると思う。そう？そうかな。宮崎駿のような左側クリエイターは右側クリエイターと比べて年配の人が多い。まあある意味正解じゃない、ね、生きてきた時代がね変わればそれはそうなるんじゃないですかね、うん、で、それに対してああそれ同意だわ、次の世代でバランスが取られることを祈るとか、エントリーの基準が低いほど右側寄りになると思うね、例えば YouTube はテレビより右側になりがちだ、ライトノベルの急成長もそういった影響がある、メディアを作成する費用が高くなればなるほど企業はリベラルアーツの高度な学位を持った人々を雇う可能性が高くなる、つまりこれは教育レベルに関係してると思う。え？で、次、西洋より悪いと聞いた、言語の壁があるからあまり話聞かないだけだよ。で、次が、ああだから西洋のフェミニストがいいと考えるようなアニメキャラはいないぞ、ほとんどが男のアニメファン向けのキャラクター。で、次は、日本はとても保守的な国だよ。日本のオタクは西洋のオタクよりもさらに右寄りだよ。とはいえ、多くのアニメは非常に左寄りなテーマを持っているので、これは非常に奇妙だと思う。つまり、これまで最も売れた漫画というのは明らかに反軍事的で反ファシストだ。で、次が、別に何かを楽しむのに政治的イデオロギーは必要ない。自分は中道だと思うが、ウォッチメンシリーズは楽しいと思う。そうですね、政治的なイデオロギーは関係ないと思いますけどもね。で、次が、それは理解できるが個人的にそうじゃない、自分をリベラルな社会主義者だと思ってんで、ゲートのような右側作品は楽しめない。ああそういうもんなんだ。で、次、興味深いね、あまり情報は見つかんないけど、おそらく自民党にはオタクの投票を得たオタク議員がいるだろう。誰のことかな。割とアニメ見た、漫画見た、そういう発言する人、まあまあいましたよね。うん。ドラマについて発言してる人もいましたよね。うん。まあ、どこのドラマとはあえて言いませんけども。で、次、自民党は極右だろ。ああ、これはあの人たちかな。自分も保守的な国で強い女性キャラが男性アニメファンに人気なことは不思議に思う。で、次は、強い女性キャラじゃなくて、可愛い女性キャラだろ。日本のオタクは可愛い女子に異様な執着心を持っている。日本のアイドル文化見ればよくわかるだろう。綺麗だったり可愛かったりする女性がモテるのは、ああ、でも、何を見て綺麗、可愛いっていう判断するか、国地域によって違いますよね。うん。で、次、いや、西洋視点から見ても強い女性キャラたくさんいるだろう。で、次が、オタクは明らかに右側だろ、強い女性キャラや LGBT プラスはジョークのために存在しているんだろう。現実世界では強く批判されるよ。で、次が、自分は日本文化の専門家じゃないけど、伝統的な日本社会は西洋社会より女性の権力が強かった。例えば女性の侍や忍者普通にいたし、神道でも女性は重要な役割を果たしているよ。まあ、いや、別にね、たかがアニメとかそんなこと言うつもりはないんですけど、なんか純粋にこの楽しめない人たちがすげえ多いじゃないですか。ね。そんな見方しなきゃダメなのかな。
ね、もうぶっちゃけ右も左も、ね、男だ女だ、ね、全部関係なくねと思いますけどそんな捉え方してたらなんか純粋にこの娯楽としてね楽しめるもんも楽しめなくなってね、なんか窮屈じゃないですかね。うん、まあなんかね、ただ好きなものを好きに表現してるだけだろうって思いますけどもね、いちいち男だ女だ右だ左だとめんどくさい人たちだなってただそう思っただけなんですけどもね、ね、アニメとか漫画見るのにね、いちいちこんなこと考えながら見るんですか？そんなことした経験がないからなんかさっぱりずーっと最初から最後まで意味不明でしたけどもね。うん、ただ単に原作者さんをね、どの作品の作者さんも魅力的なキャラクターをね、ちょっとでもこのファンに受け入れられるようなね、ファンを楽しませることができるような設定を考えてさ、そういうキャラクターを作ろうとしてるね、作品を盛り上げようとしてるだけなんじゃないの？違うのかな？うん、まあなんかそういう女性男性もね、いるっていう前提があれば、なんか主義主張関係なく、まあ好きなキャラを想像できたりするのかもしれませんけども、なんだろうな、なんかすげえ違和感感じるんですよね、このコメント。ずーっともう最初から、もうそもそもこのお題からしてなんか、ん？っていう、まあだから取り上げたって言えばそうなんですけども、なんだろうな、この人たちって、この右なのか左なのかとか、なんか政治的なこの思想、政治思想を抜きに、なんかこういうね、なんかアニメとか漫画とか、この娯楽コンテンツ、楽しむこともできないのかな、この人たちって。まあいいですけどね。まあいわゆる日本の左側の人たちはね、その日本以外の国地域でいうとこのリベラルじゃないんで、残念ながら、ね、アニメと政治無理くり結びつけて何がしたいのかよくわかんないですよね。見たいなら黙って見ればいいし、気に食わないなら見なきゃいいじゃないですかね。うん、なんだろうな、この欧米の人たちのこの偽善ダブスターポリコレ作品と一緒にしてほしくないですよね。うん、結局やっぱそこなんじゃないかなって思っちゃうんですよね。なんかね、いやいいんですよ、ね、国地域変われば人それぞれなんかいろいろこのね、そのなんていうの、この同じ物事ね、例えばこのアニメで漫画ね、同じ作品でもなんていうのかな、この受け取り方っていうかさね、その評価するその物差しだってやっぱ変わってくるとは思うんで別にいいんですけど、なんていうかこの日本のアニメね、あるいはそのオタク文化ってでもいいのかな、差し支えないと思いますけど、を測ろうとするからなんかおかしなことになると思うんですよね。うん、だからね、人によってね、それぞれ受け取り方変わるのは別にそれはそれでいいと思うんでね、あなた方はあなた方として、まあ楽しめばいいんだし、でそれをいちいち日本と比べてどうなんだこうなんだね、それがいらないっつうんですよ。それが余計なお世話なんですよね。うん、単純になんかそのね、やっぱり作者さんだったら、原作者さんだったらね、自分の作品に、キャラクターに思い入れだって当然あるでしょうからね。要はキャラクターを生かしてるだけなんじゃないですか、原作者さんはね、みんな。まあ、その一言に尽きるような気がするんですけどね、それが女性であれ、男性であれ、ね、子供であれ、若者であれ、ね、高齢のキャラクターであれ。要はその、要はなんていうのかな、人間、まあもちろんね、動物とか妖怪もあると思うんですけども、それを書いてるんだけだと思うんですけどもね。うん、まあ分かんない人には分かんないのかもしれないですけどもね。僕は個人的にはそう思いました。さて、じゃあ宿題の確認いきましょうかね。ひらがなにするとかっこいい名字っていうことで、ちょっとね、分かりにくい、宿題だったと思うんで、ね、それでもね、送っていただいた方どうもありがとうございました。カッパの心臓さんはアマテラス。ああ、なるほどね。新国土防衛隊隊長さんは、和食の和が日本人らしくてかっこいいと思いました。和太郎さんとはそういうこと？チャイ君さん、私はヤマト、和じゃなくてヤマトか、あとみずほとか、昔の日本の故障を日本で完成されたひらがなで名字にできたら嬉しいです。やはり日本生まれの日本国民ですからね。なるほどね。まあそのノリだと出雲とかもありなのかな。で、ボヤッキーさん、さすらいなんてのはどうですか落ち着きなさそうですね。ウルトラカツオさん、何は、なんか車のナンバーみたいですね大阪の人は意外と受け入れられるのかもしれないですけど、クリサンさん、イロハ、あーなんか芸能人でいそうですよね。イロハ何々さんみたいな。へー、
で、無双無名無名かな3、くのいちさと、ん？なんて読むの？くのいちってことが言いたいのかな？うん、なるほど、どうもありがとうございました。さて、じゃあ、今日は、じゃあ思いっきりふざけたネタでいきましょうか。今日もね、知恵袋なんですけども、俺もしくはあたし、ね、実は宇宙人なんだよねって言って友達を騙したいんですよ。ね、あなたはどうにかしてあなたのお友達を自分が宇宙人なんだって言って信じさせたいんですね。騙したいんですよ。さあ、どうすれば信じさせることができますかと。一応ね、制限はなしです。何でもありです。ね、ドッキリグッズでも何でも作って、要はなんていうのかな。やってできなくはないことなら何でも OK ってことかな。うん。だから相手が絶対信じちゃうような状況を作りたいと。何でもいいので、さあ、あなただったらどうしますかっていうね、アイデアを考えてください。ね、あなたがね、宇宙人。ね、俺宇宙人なんだよね。いや私実はね、M ホニャララ星雲の出身なんだよね。宇宙人なのよみたいな、うん、を友達に信じ込ませるためにあなただったらどうしますかっていうことですかね。はって感じだと思いますけど、まあちょっとお付き合いいただけたら嬉しいです。で、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた明日。ごきげんよう。